どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は HSP ママの子育て対処法という話をしていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。小3の娘は HSC、 私も HSP なのかなと思っていますと。5月頃までワンオペで泣き、声を聞くだけで辛くなるようになりました。下の子2人にはそんな感情は出ません。夫は性格も穏やかで心にゆとりのある人です。どうしたら敏感な親子の理解をしてもらえるんでしょうか。娘が癇癪を起こすとイライラすると何の得にもならんやろと言われてしまいますということですね。はい。まあ、HSP、HSC というのはね、最近増えていて、いわゆる敏感気質というね、タイプで、まあ、物事にね、すごく敏感、物事というかね、その空気感に敏感みたいな、タイプの方になります。うん。で、まあ、これはね、それ特有の子育ての仕方がありますので、今日はそれをちょっと紹介したいと思います。うん。実際この辺をちょっと意識していただくだけで、本当に子育ては楽になります。ただ、何も意識しないと、どんどん自分が苦しくなってしまいますので、ぜひそうなる前にね、今日の内容を参考にしてみてください。はい。で、まず最初にですね、今回の相談者の方はね、ご自身が HSP ということなんですけど、この場合、まずは自分の生活自体を穏やかにするってことが大事になります。これどういうことかというと、子育てをしていく上でですね、自分の状態、心の状態がしっかりしていないと、結果的に子供にイライラしたりしてしまうんですよ。うん。で、今回ね、まあ、ワンオペで、ね、5歳頃までワンオペでね、結構辛かったってことが書いてあるんですけど、うん、まあ、これは要するに自分自身が限界だったってことですよね。で、これが、まあ、思春期になっても、やっぱり3人ね、子供がいるわけなので、結構ね、こう、精神的にも辛くなってしまうと、やっぱうまくいかなくなるんですよ。だから、まず今の自分のこの状態を客観的に見てみて、精神的に結構辛いんだったら、例えば仕事のね、ストレスをちょっと減らしてみるとか、まあ、これは仕事にストレスを感じている場合ですね。うん。まあ、例としては、周りの人がね、結構、多くて、それがね、HSP 的に辛いんだったら、じゃあ自宅勤務に変えてもらうとか、うん、あとは、じゃあ家にいるときにね、ちょっとざわざわね、子供がやっぱ走り回ったりするわけなので、まあ、ざわざわうるさいんだったら、ちょっとね、一応外の声は聞こえるけど、まあ、少しそのざわざわが減るような耳栓をしてみるとかね、うん、あとは相談できる環境を作る。やっぱり自分一人でこう頑張っていると、それはそれで辛いので、うん、まあ、定期的に話を聞いてもらえるような環境を作る、うん、ってことが大事かなと思います。で、自分の状態が良くなれば、結果的にやっぱ子育てもね、うまくいきやすいからですね。で、次に、まあ、今回のメインテーマである、こうどうしたら敏感の親子を理解してもらえるんでしょうか。これはまあ旦那さんに対して理解してもらえるのかって話だと思うんですけど、うん、まあこれのやり方をちょっとお話ししていきますね。で、まず、まあ、今回これ旦那さんがね、結構性格も穏やかで心にゆとりがあるっていうふうに書かれているので、まあ、そういうようなタイプだったら、まずは、普通に話せばいいと思います。私はちょっと HSP で、うん、すごく、いろんなのに気を使ってしまうタイプなんだと。うん、で、多分 HSP って言ってもあなたは分かんないと思うから、一回ちょっとこういう本読んでみてくれないみたいな感じで。まあ、有名な本だと、繊細さんの本とかがね、HSP では有名ですよね。そういうのをちょっと自分で買ってきて、旦那さんに渡してちょっと読んでもらう。これがまずステップ1かなと思います。うん。はい。ただし、ここで注意点があって、まあ、ここでね、じゃ素直に読んでくれたりとか、素直に理解してくれる方っていうのは、やっぱり結構少ないんですね。まあ、なぜかというと、いや結構まあ、これはね、この旦那さんがどうかわからないんですけど、僕が今までにサポートしてきた経験だと、そんなのは知らんと。俺にはそんな時間はないという、結構旦那さんがやっぱ多かったんですよね。今まで相談に乗っていると。うん。だからもし、そういうような、もう理解をそもそもしようとする気がない旦那さんであれば、もうこれ仕方がないので、もう距離を取るっていう方法がやっぱ一番無難かなと思います。まずは家の中でちょっと距離を取るっていうのは別に旦那さんを避けるわけじゃなくて、HSP っていうのはやっぱりね、人とこうずっと一緒にいたりすると結構疲れちゃうんですよ。うん。だからそういう意味で距離を取るわけなので、例えば、じゃあ、寝る場所が今一緒だったらそれを分けるでもいいですし、うん、まあ、一人になれる空間を作るでもいいですし、うん、まあ、本当にね、もうどうにもならないんだったらもう住む場所を分けるっていう風になるんですけど、そういうような感じで自分の、まあ、気持ちが楽になるような、ちょっと、環境を作っていくってことが大事かなと思います。まあ、ただ今回のね、相談者の旦那さんの場合はね、性格も穏やかで心にゆとりがあるって書いてあるので、まあ、結構、うん、理解してもらえるタイプかなと思います。はい。で、その上で、まあ、お子さん自身もこの HSC ですよね。つまり HSP の子供ってことなんですよね、子供版。うん。
ね、こういう場合じゃあどういうふうに対応していけばいいかってところもお話ししたいと思います。うん、でこの場合まずは子どもの苦手分野をチェックしてあげてください。うん、まあ、HSP の子っていうのは、まあ、いろんなこの視覚、感覚器官が敏感なんですよね。でこの時にどの感覚器官が敏感なのか、例えば耳が敏感になったらやっぱ大きな音が苦手だったりしますよね。うん、とかあとまあ人混みが苦手って子もいたりとか、やっぱいろんなね、状況によって違うわけですよ。まず子供の中で、ね、特に何が苦手なのかっていうのを見てみてください。でその上で、まあ、できる限りこの苦手を避けるようなサポートをしてあげてください。例えば大きな声で叱る、うん、これはやっぱり子供からするとね、結構うるさい音が入ってくるのでやっぱ辛いですよね。そういうのをちょっとやめたりとか、あとはまあ状況によっては耳栓をね、使ったりとか、うん、あとはもう家の中でね結構ずっといるだけで辛いんだったらやっぱ自分の部屋を作ってあげるとか、こういうのサポートをしてあげると、まあ、子供自身も楽になります。であとはまあやっぱり夫婦でね対応がずれてしまうとやっぱりどうしてもね子供もストレスがかかるので、ここはね夫婦でやっぱ共通のまあ価値観にしていくってことが大事かなと思います。まあ、今回はお母さんの方がね、まあ、ご自身も HSP ということでそこが詳しいわけなので、まあ、このこういったことをまあ旦那さんにもやっぱり理解してもらうっていうポイントがね必要かなと思います。はい、ということで今回は HSP ママの子育て対処法ということでお話ししました。はい、まあまだちょっとした工夫なんですけど、これをやるかどうかでお子さんとね、お子さんもそうですしご自身のやっぱ子育てっていうのもだいぶ楽になると思うので、ぜひ試してみてください。